ういったコンピュータ環境ですとかデジタル環境というのは進化していくものなんですね。そうですね、はい、すごく今後の展開が気になるところなので教えていただけますでしょうか。はい、ちょっとあの今後のですね、我々目指している方向性についてちょっとお話をさせていただきたいというふうに思います。はい、冒頭から申し上げております通り、NC ラビとしまして、D3、デジタルドラマティックデイズをさらに追求していきたいというふうに思っています。パソコンがですね、パーソナルコンピューティングという新しい定義に切り替わってですね、本当に、限られたこれまで そのパソコンというものだけではなくて、いろんなそのコンピューティングパワーを乗せた、スマートフォンやタブレット、そういったものとシームレスに連携をしながら、あるいはそのテレビの画面ですらあのパソコンと連携しながらですね、いろんなシナリオが実現されていくということを目指しています。でコンピューティングデバイスがですね、数が増えていくだけではなくて、パーソナルコンピューターコンピューティングが、使われる時間帯がこう横軸のその、まあ、数だけではなくて縦軸の時間がですね、それによって増えていって、さらにあのデジタルライフが豊かなものになっていくんではないかなというふうに考えています。で例えば宅内に関しましては、PC とタブレットが連携して、まあ、フリスタのような、インフォボードを搭載する PC がですね、常時、起動していて、いろんなそのニュースをこうながら見形式で流していったりですとか、フォトフレームとして活用していただいたり、であるいはそこにこういろんな、ストリーミングですとかそういったものが入ってきて、でかつ気になったらそれを随時ですね、あの本当に最適な形 のディスプレイデバイス、それが時にはスマホだったりタブレットだったり、あのテレビだったりすると思うんですけど、そういったものにこうシームレスに連携させながら、エンタメを楽しんだり、いろんな調べ事をしたり、あるいは本当にその、昔ながらのパソコンとしての機能として使っていただいたりということができるように、あの常時本当にコンピューティングパワーにサポートされた、宅内リビングルームでのシナリオというのを実現していきたいというふうに思っていますし、宅外あのモバイルの、状況におきましても、同様にですね、本当にその必要な時だけあの、まあスマホを取り出してあの何かをチェックするというところだけではなく、本当にその同様にですね、宅内と同様に、常時コンピューティングパワーによってサポートされた何かその気がつかないものがですね、本当にそのリコメンデーションをしてきたりですとか、どんどんその生活が豊かになるようなシナリオというのを実現していきたいというふうに思っています。このリビングルームと外出先の2つのシナリオをさらに拡充をしていって、このデジタルドラマティックデイズ、新しいパーソナルコンピューティングの世界、パーソナルコンピューティングの経験というのを実現していくのが今後の我々の取り組みになってまいります。でこのデジタルドラマティックデイズの将来に関しまして、イメージを作成しましたビデオがございますので、そちらをぜひご覧ください。週末の旅行プランを考える、絶景の夕日が見たいとパソコンに入力、日時を指定してクラウドにアップ、モバイルデバイスへ情報を飛ばして共有完了、予定通り出発の時間、車に乗ると自動的にナビゲーションスタート、目的地までの道中魅力的な観光スポットがレコメンドされる、旅の途中で少し寄り道、目新しい景色に紅葉しているとグルメのレコメンド、ランチにちょうどいい時間帯だ、ランチを堪能し良い気分、近くにいいショップがあるようだ、ギフトにちょうど良さそうなキャンドルを見つける、香りを試してみるととてもいい香り、すぐにモバイルデバイスで購入、家族と友達へキャンドルを送る、目的のビーチに近づく、サンセットまでは少し余裕がある時間、近くにテラス席のあるレストランが予約可能とのレコメンド、すぐに予約、最高のテーブルでディナー、一人だけでは考えつかないプランで最高の週末を過ごすことができた、ユーザーを中心としたデバイス連携とコンピューティングパワーで
感動的なユーザーエクスペリエンスを実現していきます。デジタルドラマティックデイズ。はい、このようにですね、宅内でのそういった、常時コンピューティングパワーがサポートする生活で連携する、あらゆるそのコンピューティング機器が連携する生活だけではなく、外出先、それこそ徒歩でもそうですし、あるいは車の中に入って、ですらシームレスに、その経験というのが継続していく。常時そのコンピューティングパワーが、もちろんそのデバイスにあるチップセットの、パワーだけでなく、クラウドのサービスによるどこかのサーバーにある、コンピューティングの力でもそうなんですけど、それが本当にそのシームレスに、つながっていって、人々の生活を、コンピューティングパワーで常時サポートしていくというのが、実現できればなというふうに思っております。でこういったそのデジタルドラマティックデイズ D3 のビジョンとその世界をご紹介していくべきですね、いろんな取り組みを考えております。で一つ目はイベントなんですけども、8月にはですね、逗子フェスという、逗子であるその、音楽イベントに協賛をさせていただきまして、そこでその D3 の、いろんなそのプロモーションっていうのを、行いました。でこういったことで、なかなかその、注意してですね、デジタルライフというのに、興味を持っていただけないような方にも、広く、ご紹介をしていきたいというふうに思っておりますし、2番目には体験できるようなスペースとしてですね、ラビショップというものを計画中でございます。でこのラビショップにおいては今お話ししているような新しいそのデジタルライフのシナリオというのがそこで体感できるような形にしていきたいというふうに思っています。でもう一つがですね、競争なんですけども、コークリエーションという言葉の競争なんですけど、戦う方ではなくてですね、共に作るという方なんですが、こういったその、D3 を、実現していくには我々その NEC の力だけで、は、何ともできないのでですね、いろんなそのパートナーさん、もちろんその、マイクロソフトさんもそうですけども、いろんなパートナー様で、あるいは、業界を超えたパートナーさんで、あるいは、大企業だけではなくてスタートアップの企業で、それから、時には本当に消費者の方そのものがですね、このシナリオを共有して、それを作り出していくというようなことを作っていく必要があるというふうに思っておりまして、この競争のですね、新しいプロジェクトというのを立ち上げようとして今企画をしているところでございます。で今後ですね、この D3、なんとなくそろそろこういうのが実現してもいいんじゃないかっていうふうに皆さん思っていらっしゃると思うんですけど、それを本当に確実にですね、シナリオを共有して一つずつ作り上げて、本当に、日本人の生活に合ったデジタルライフを実現していくというのがやはり、トップシェアをいただいている NEC としての使命だというふうに思っておりますので、今後もこちらに、尽力をしてまいりたいというふうに思っております。今後とも NEC パーソナルコンピューターにぜひご期待をください。本日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。今後の展開がとても楽しみです。